北端夕張新炭鉱ガスト出事故。北端夕張新炭鉱ガスト出事故とは、1981年、昭和56年10月16日に、北海道炭鉱基船、以下、北端と表記の関連会社、北端夕張炭鉱を経営する、夕張新炭鉱、北海道夕張市、以下、北端夕張新炭鉱と表記で発生したガスト出事故。 およびこれに伴う、校内火災事故である。最終的な死者数は93人に上り、戦後に発生した、炭鉱事故の死者数としては1963年、昭和38年に発生した三井三池三河、炭鉱炭人爆発の458人、1965年、昭和40年に発生した三井山野炭鉱、津爆発事故の237人に次いで3番目の、 事故となった。終戦直後、国は国土の復興に不可欠な石炭、電力、鉄鋼の3事業を最優先で再生させる傾斜生産政策を打ち出したが、割安な海外炭や石油への依存度を強めるエネルギー政策の転換により、以後は国の強い指導のもと各炭鉱に合理化を求めた。国は1962年、昭和37年に策定された 石炭合理化大綱により、当時出炭していた炭鉱を、ビルド鉱、現状維持鉱、スクラップ鉱をランク分けし、国策として計画的な生産合理化と平山に着手。これにより、九州、筑豊、北海道、空地をはじめとした三炭地域では昭和40年代にかけて、スクラップ鉱とされた中小炭鉱が次々に平山へと追い込まれた。その一方、 ビルド港とされた大手炭鉱では国から補助金などを受けながら最新の設備を導入して大規模炭鉱の開発を進めこのビルド港の一つが1975年昭和50年6月に出炭を始めた北端夕張新炭鉱だった夕張は北端が1890年明治23年より炭鉱開発を始め従業員のために電気ガス 水道、道路などの社会基盤も整備するなど、夕張の町は事実上、北端が作ったものであった。最盛期には、大正24の炭鉱を要し、11万7千人の人口で栄え、住都と呼ばれた夕張も相次ぐ閉山により、炭鉱の数は大幅に減り、事故発生時の1981年、昭和56年には、 北端夕張新炭鉱のほか北端麻ヤ地炭鉱、三菱南南夕張炭鉱の3つにまで減っていた。こうした石炭産業の社用化の中で北端も経営難に陥り、1981年昭和56年には国から石炭政策に基づく制度融資として計270億円の貸し付けを受けていた。北端夕張新炭鉱は 北端グループが企業の存亡をかけ、最新鋭の設備を揃えて開け荒金した炭鉱でもあった。しかし、国は巨額の貸し付けを行う一方で、北端ゆうばり新炭鉱に対して一層の合理化を求めた。北海道新聞が取材した当時の関係者の証言によると、国から制裁計画を達成できなければ補助金を打ち切ると圧力をかけられ、 会社は計画達成のために無理をし続けていたという。行動が地圧で潰れしゃ、採掘した石炭を運ぶ箱車が通れなくなったら、レール部分を掘り下げる、応急措置で生産を続けたとも証言している。夕張は良質な原料炭、主に製鉄、芋のように使われる、粘結性の強い強粘結炭が産出されたが、一方でメタンを多く含むガス。 コールベッドメタンが頻繁に発生していた上、地下深い鉱脈で採掘していたことからたびたび、ガス爆発や単人爆発、落盤等の事故に見舞われ、災害の多さも際立っていた。夕張新炭鉱でも営業開始直後の1975年、昭和50年7月に、ガスと出自、死者5名が発生していたほか、1981年、 昭和56年にも2度の落盤事故などで5名が死亡していた。夕張新炭鉱の石炭層は、万圧が高い上に自噴メタンガス量も、北海道内の他炭鉱の平均値と比して3倍の値であり、ガスと七事故の起きやすい炭鉱として要注意とされていた。その一方、事故が発生した北部開発区域は、北炭再建の決定的な鍵を握る場所とも一致。 付けられていたため、大量のガスや万圧対策が、技術的に解決されていなかったにもかかわらず、日産5000トンとしていた、出炭計画量を下回る状況が、営業開始当初より続いていたことから最短を優先し、ガス抜きのためのボーリングなど、校内の保安対策は後手に回っていた。校内のガス濃度はントを超えると、危険な状態とされ、会社の基準では、 校内院を避難させることになっていたが、校内院のガス測定器から警報ブザーが鳴りっぱなしの状態であることを保安係員に報告しても、ブザーが鳴るメモリを2%まで上げて最短を続けさせた。事故現場付近では以前より警報音が鳴り続けており、ガス濃度が高いことを示していたため、葉っぱは危険と進言していたが、それも無視されたという。 記載の日時はすべて日本標準時 JST を用いている。1981年昭和56年10月16日12時41分頃、海面下810メートル高校より約3000メートルにある北部区域北第五さら下高堂の屈伸作業現場付近で大規模なガス突出事故が発生。地上の総合事務所内にある集中監視室の メタンガスセンサーに異常値が出ていることを確認したことから、校内の検査員と連絡を取って、事故発生を確認。校内では、下請け企業の校内員を含め838人が入校しており、北部方面では、事故が発生した北大五さら下行動の95人を、はじめ160人が一番方として、作業を行っていた。会社は、 地上から全校内院に退避命令を出し、近隣の北端ホロ内炭鉱、北端マヤチ炭鉱へも応援を求め、計50名からなる救護隊が組織され救出作業を開始した。77人は自力脱出、または救護隊によって救出されたが、救護隊により33名が遺体で収容されたほか、校内で10名の死亡を確認している。死亡者の多くは脱出中に、 公道内で倒れていたところを救護隊によって発見された。死因はいずれもメタンガスを大量に吸ったことによる酸欠死及び粉塵による埋没死とみられた。死者の中には現職の夕張市議会議員も含まれていた。当時の北海道新聞によると札幌鉱山保安監督局などが救出された校内院や入校した救護隊員などからの調査として 北大御さ五した行動はと向き切りから約100メートル手前に崩落現場があり、大量の粉塵で行動が塞がっていた上、ガスが走り抜けた痕跡も見られたことから、当初はこの付近が突出現場と見られていたが、18日までに突出現場を北大御さ五した行動の第一、立ち入りゲート付近と断定。同行動は突出系回区に指定されていたが、 事故発生前の10月16日午前10時40分に、発破作業が行われていた。16日23時30分ごろ、北大五サラ下坑道跡向き切り派付近で、校内火災が発生、地上と校内を無線で連絡していた、救護隊員5名、夕張新炭鉱の保安上席係員5名、及び一度は、生存が確認されていた15名との線連絡が、途絶え、 二次災害となった。この時二次災害に巻き込まれた救護隊員は酸素マスクなどの防備をしていなかったことが後に判明している。当時の北海道新聞によるとこの時点で会社は被害を最小限に食い止めるためとして行動内への注水を検討していると報じられている。翌17日未明会社側は注水の同意を取り付けるため 労働組合や不明者の家族と話し合いを行ったが、注水は校内にいるこれらの不明者を見殺しにする、措置のため、安否不明者の家族から人命切り捨てとの猛反発を受け、会社側は注水方針を一度は撤回。再び救護隊を校内に派遣し、新たに一人の遺体を収容した。しかし、火災による高熱に加え大量の黒煙とガスが充満していた校内では、 事故発生から3日目の18日になっても、小爆発が発生しており、火災も収まる兆しがなかったことから、救助活動は進展せず、会社側は18日昼で救護隊の入港を中止。家族の了解を取り付けた上で、校内最新部への通気を止める仮密閉を実施した。仮密閉後も救急用圧縮空気は供給されていたが、この時点で校内に取り残されている。 安否不明者の生存可能性は絶望視されていた。結局仮に一平でも火災は収まらず、会社側は再び注水による沈下の検討に入った。事故発生から6日目の10月21日、会社は59名の安否不明者に生存の可能性はないと判断し、同日に行われた家族への説明会で、当時の社長、林千明幹部は注水への同意を要請。 不明者の家族は命をよこせというのかと激怒したが、林はお命を頂戴いたしますと発言。翌22日には幹部らが不明者宅を個別訪問し、この日までに全家族から同意書を取り付けた。10月23日は、中水に先立ち9時30分に救護隊員が入港し、中水地点の傍らに菊やグラジオラスの花束を備えた。時分に、 サイレンが水命されるとともに関係者が黙祷。その後59名の安否不明者がいる校内に、ペンケマヤチ側から引かれた水が流し込まれた。夕張市内でも、市役所や学校などで一斉にサイレンが鳴らされ、全市民が黙祷したという。注水によりようやく沈下した校内では排水後に、遺体の収容作業が再開されたものの、注水で資材が水没していたり、 行動も歪むなど荒れ果てていたため、遺体収容、確認作業は難航。最後の遺体が収容されたのは、事故から163日後の1982年、昭和57年3月28日であった。最終的な死者数は93人に上った。事故収束後、林は自宅で手首を切り自殺を図った。未遂に終わったが、 その後代表取締役の座を自主退職している。政府の事故調査委員会は1982年、昭和57年7月3日、事故原因についての報告をまとめた。それによると、一時災害、ガス突出の原因は、現場付近はもともとガスが多い上ガスが抜けにくい。境であったにもかかわらず、ボーリングなどのガス抜きが不十分だったことが、事故に結びついたとした。また、 二次災害、校内火災については静電気が火元とされ、救護隊員が持ち込んだビニールシートもしくは救護隊員の体による対電とし、いずれも不可抗力による事故ではなかったと指摘している。事故は新炭鉱に会社再建の命運を託していた北炭に致命的な打撃を与えた。事故前に北炭本社から分離され、夕張新炭鉱を運営していた。 事業会社の北端夕張炭鉱は事故から2ヶ月後に会社構成法の適用を申請。夕張新炭鉱も事業縮小などで再建を模索したが事故から1年後の1982年昭和57年10月に閉山。さらに1987年昭和62年には北端前八炭鉱も閉山し夕張から北帯系の炭鉱が消滅。 北端はその後も夕張以外の炭鉱で採炭を続けていたが、1995年、平成7年2月に北端が会社構成法の適用を申請し、事実上の倒産に追い込まれ、同年3月に空地炭鉱、歌市内市が閉山したことで、北端は石炭採掘事業から完全撤退した。遺族へは会社から一律二千万円の懲意金が支払われたが、 一部の遺族は会社と国を相手取り、損害賠償請求の訴訟を起こした。裁判は12年に及んだ結果和解し、国や会社の責任を不問とする代わりに、会社から総額約1億3200万円の和解金を得た。刑事事件としても立件され、1983年、昭和58年に、同刑は業務上過失致死傷容疑で、 北端幹部12人を書類送したが、1984年、昭和59年には、証拠不十分で全員が不寄所となった。救出されるなどで生き残った、校内委員の中にわた量のメタンガスを吸い込んだ、ことによる酸素欠乏症や脳機能障害、弱視などの後遺症に苦しむ者がおり、64人が、労災認定を受けた。日本の石炭産業は、 当時の第二次オイルショックによる石炭見直しの風潮の中で復活の機運もあったが、この事故によってその希望はほぼ失われた。その後も1984年、昭和59年には三井有明港火災事故、死者83人、1985年、昭和60年には三菱南大夕張炭鉱ガス爆発、死者62人と多数の犠牲を伴う事故が相次ぎ、 炭鉱の閉山がさらに進んだ。夕張に最後まで残っていた三菱南大夕張炭鉱も、前述のガス爆発事故から4年後の1989年、平成元年に閉山。これにより、夕張から鉱内掘り炭鉱が全て消滅した。石炭という基幹産業を失った夕張市は、炭鉱から観光への流れを加速させ、レジャー、観光施設を相次いで建設するなどを課題な、 観光開発へ突き進んだ。これらの観光施設は相次いで、経営不振に陥り多大な借金を抱えた上、北端が残した住宅の改良など、事後処理にかかった、総額580億円の費用のうち、330億円を、地方債として、夕張市が負担したことで財政が逼迫し、後に、財政再建団体へと転落する一因となった。 夕張市清水沢清寮領には、住宅街と高校を結んでいた通り道口が残され、その傍らに、慰霊碑が混流されている。通り道口には、北端夕張新炭鉱の社名が刻まれ、空気が通るようにという遺族の要望から、コンクリート等による密閉はされず、鉄工紙で閉鎖されている。1982年、昭和57年5月には、北海道放送。 HBC によってドキュメンタリー番組指定の総列が放送され、第38回文化庁芸術祭賞において大賞、テレビドキュメンタリー部門を受賞している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。